皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほー、村民の用務だよ。今日もこのかつての雪辱を晴らす世界で名を上げるために頑張っていこう。前回、わしらはラクターアイランドにて巨大爬虫類さんを討伐することに成功したわけでござりますが、今はそこからまた遊牧民の定住地である小村に戻ってきて、新加入したビッティ、ダックンダ君、それにヒロシ君のために専用のバックパックを購入したところなんだぜ。こちらはアニマルバックパックという名のモッドですな。うむ、ボーンドッグやヤギはバニラのままだとバックパックを装備できないので、遠征中の給仕は基本的に床に食料を置いてやることになるんだが、お腹がペコリンになるとわしらの所有物以外のものでも無差別にお口に運んじゃうらしいんだよね。特にボーンドッグのビッティにはこれから我らと共に遠征する機会もまた出てくるかもしれんからな。ペットの方たちにひもじい思いをさせては飼い主失格です。あらかじめバックパックに食料をたっぷり詰めて、いつでも好きな時にご飯を食べられるようにしておくぜ。うむうむ、そんなことを言いつつサクサクっと北に進むこと約1日、ようやく次の目的地、巨大スケルトンが眠る場所、エリア名、オビディエンスが見えてきたぜ。お、私はまだそれ見ていないんだよね。わしはあんまりこの場所にはいい思い出がないんですがね。ああ、まだ私にレイム、ルカにビープの4名しかいなかった頃、通りすがりのブロークンスケルトンに、無双ランブ&ユカペロさせられた場所だからな。ふふん、早くこの私を迎えに来ないから、そういうひどい目に遭うんだぜ。あのノラスケさんはお強かったですな。わし、できれば今でもあまり出会いたくはありませんつわかん、むしろ探すのだ、血眼になってな。は、ひ、ふん。心の傷は時間が解決してくれると誰かが言っていたがよ。惨敗という名の傷跡は時間経過とともに可能し、私の繊細すぎる心をひどく苛むのよ。そ、村長、要するにリベンジかましたいってことね。はぁ、と言ってもそうそう都合よく現れてくれるでしょうかね。こういうのは出てほしい時には出てくれないもんだからね。なにあんずるなあんずるな、何を隠そう。私はピカチュウが出るまで時はの森を出ないタイプのおまんじゅうである。まずはここオビディエンスにある古代の研究所を探索し、その後巨大スケルトンをまだ見ていない村民たちと干渉しつつ、じっくりねっとり壊れたスケルトンを探していくぜ。さっさと AI コア探しに北西にある次の遺跡に行こうぜ。いやいやって、はぁ、もう好きにするといいぜ。うむ、とりあえずここには複数体の警備スパイダーがいるようなんで、大ロボットに有効なナタブキマスターであるバーン&サットにいる。そこに私を加えた3名でもって肩慣らしがてら軽く排除していくとしよう。了解だ、余裕余裕。お3人だけで行くんです？大丈夫、警備スパイダーの攻撃は結構痛いし早いぜ。ふふん、なんの、すでに我ら3名、身勝手の極意を習得済みであるからな。もはや尊女そこらのメカノイド程度にユカペロさせられることは絶対にないぜ。なあ、バーン&サットにいる。まあね。あ、はい。所詮は知性なきアーティファクト。私たちのように考える頭脳を持たぬ哀れな獣よ。悲しいか、私たち人体&スケルトンの相手にはならない。なあ、そうだろう、尊女&バーン。あ、はい。さて、結局ここの研究所には AI コアはなかったわけだが、その代わり、古代の科学書、すなわち青本をたっぷりとゲットできました。村長、頭大丈夫？うむ。50時間ほど眠ったのでお目目もパッチリである。そりゃ良かったですね。うん、良かったですよ。お、どうやらあれが噂の巨大スケルトンみたいだぜ。あ、相変わらずのデカさですな。視聴者氏に聞いた話だと、この巨大スケルトンはその名もベヒーモスというらしい。ベヒーモス。ですか。チョコボの不思議なダンジョンで聞いたような名前だぜ。ベヒーモス、懐かしい名前だ。壊れたスケルトン、お前普通にいるんだな。バーンさんはこの巨大スケさんについて何かご存知なんです？根本はそこで村長に襲いかかっている壊れたスケルトンと同じさ。なかなかいい武器を持っているじゃねえか。第二帝国よりもはるか昔からあるし、その国第一帝国時代の戦略兵器、それがベヒーモスだ。なるほど、持たされた武器がフラグメントアックスか、より強力な殺戮兵器かの違いか。でもさ、なんでその強力な兵器のベヒーモスさんがこんなところにガン首揃えて埋まっているわけ？埋まっているんじゃない。グインさん、埋まっているんじゃなく、埋められているのさ。埋められている？そういえば、ここオビディエンスの地面、前回に来た時には巨大スケルトンにばかり目が行っちまって気づかなかったが、これは天然の土じゃないな。わし、見覚えがあります。これはコンクリートの打ちっぱなしです。カッチカチに固められているね。なるほど、誰かがベヒーモスを一箇所に集めてコンクリ詰めにしたってことか。悲しい話さ、ベヒーモスは強力無比で忠誠心に溢れた子供たちだった。そんなベヒーモスたちをこんな風に一網打尽にできる存在は、ああ、
ベヒーモスを制作した創造主を置いて他にいないだろう。アブム。自分を生み出した方たちに、裏切られて埋められちゃったってこと？ベヒーモスは強力すぎたんだ。勇者がもてはやされるのは魔王がいるからだ。そこらの野原でギガデインをかますような勇者は、敵がいない世界じゃ、恐怖の対象でしかなかったんだろう。なんだか虚しいお話ですな。そういえばさ、この巨大スケルトン、ベヒーモスの亡骸は、みんな手足を空に向けているね。命令されてこの姿勢になったのか、あるいはもがいて苦しんだ結果、この姿勢になったのか、いずれにせよ、今言えるのは、逃げてんじゃねえぞてめえ。待てこらー。敗北を認めたなら、せめてその剣を置いてけ。しつっこい、しつっこいぜ。もう見逃してあげればいいんじゃないです。甘さと優しさは違うぜ。拳を交えた以上、ここできっちり仕留めて、剣と修理キットを取り上げる。それが私なりのぬくもりでい。じゃあ、私らベヒーモスくんたちの前で休んでいるからね。一旦止まれ、いたたちないから。ふむ、やはり普通のアイアンスパイダーと、遺跡内にいる警備スパイダーでは、カタログスペック以上の性能差を感じるな。あれ、村長、あの逃げていた子はどったのさ。うむ、きっちり仕留めて、武器と修理キットを取り上げてきたぜ。壊れたスケルトン兵、計り知れない時間をああしてさまよってきたんだろうが、これでヤッコさんも、ようやく一休みできるってもんだろう。村長、お帰りなさい。遅かったな。おう、霊夢、グイン、今悠々と村長の凱旋である、苦しゅうない、存分に称えてくれていい。あれ、村長が追いかけっこに興じている間に、同系の壊れたスケさんたちが数体襲いかかってきたんだぜ。私が処理した、不可中対応で中。まあ、どうやら、村長がお倒しになられたスケさんがお持ちのフラグメントアックスが、一番の技物だったようですし。村長、案外剣も似合うじゃん。ふん、そうだろうそうだろう。奴が持っていたのはマーク1等級のフラグメントアックスだったぜ。せっかくだ。この剣は、戦利品として私の部屋に飾っておくとしよう。村長がお遊びをされている間に、すっかり辺りも明るくなってきちゃったぜ。朝もやの中で見ると、改めて異様な雰囲気の場所だよな。このベヒーモスさんたちの手にかかっている、青い布は一体何なんでしょうな。そういえば、アブヌちゃんの着ていた腰巻きと同じような色をしているね。アブヌ。ふむ。アブヌが着ていた服は、確かどこかの憲兵が着ていたような制服だったらしい。もしかしたら、ベヒーモスさんたちも、こんな大きさだけど、何か衣服を着せられていたのかもしれないね。あれ、村長？へへ、大丈夫？久方ぶりに剣を使うもんで、扱い方をすっかりポン忘れちまっているぜ。抹装があるからといって、すぐに銃武器を使いこなせるわけじゃないんだね。ゲラッハハハ。うむうむ、やはり私たちには捨て頃の方が合っているようだ。びっこ引いてまぁ、わしという名の松葉杖、いります？うんにゃ、大丈夫。我、剣との流れもついでに組む金色のマリサ、片足負傷なれど、私はまだ高く飛べるのだよ。よく飛びましたなぁ。これはもう武術っていうか念動力だぜ。関係ないが、剣を地面に置くとこうして母標見たくなる感じ、嫌いじゃないぜ。はい、その後わしらは、何かにつけてを絡みしてくるブロークンスケルトンさんや、アイアンスパイダーさんを撃退しつつ、ここ、オビディエンスを後にしました。ちなみにオビディエンスっていうのは、服従とか従順って意味らしいぜ。ああ、もしかしたら、この辺りのエリアは、創造主である古代人に隷属する、労働階級のロボットを製造するための工場地帯だったのかもしれんな。ここ、大陸北西から真反対にある南東エリアも、何やらスケルトンさんたちにとって曰くのある場所のようですしな。はあ、村長もしつこい性格だけど、私はさっぱり警備人だから。君たちもしつっこいね。こいつ、剣を持っていないところを見ると、私が倒した個体か、修理キットは取り上げたんじゃ。とどめを刺し切れていなかったようだね。昔から爪が甘いぜ。悪いことをしちまったな。今度こそちゃんと仕留めたからね。ゆっくり休んでくださいよ。こうしてみると、永遠に近い寿命というのも、欲しいようで欲しくないような、奇妙な気持ちになるな。わしは村長や用務村民、それに皆さんが隣にいるのなら、永遠、すなわちエターニアに生きるのも悪くはないと思いますぞ。きっと疲れちゃうぜ。私は生き飽きた頃にふっと行きたいね。まあ、何はともあれ次の目的地に向かうとしよう。次にわしらがまだ行ったことのない遺跡は、ここから北北西にある、この遺跡みたいだね。うむ。バーンがいたフラットランドの西か、全くの未踏の地になるので、できるだけ周囲を警戒しつつ、注意を払って進んでいかんとな。あいあい、村長が一番心配だけどね。ほう、いつも雨が降っている印象があったフラットランドですが、今日はなんとも、綺麗に晴れているね。うむ、このエリアに降った雨水が、剣士大陸の中央を横断するように流れていき、周辺の土壌に豊かな恵みをもたらしているんだな。フラットランド、この場所はね、昔の世界の遺跡なんだ。すぐ近くにバーンさんの塔がありますが、どうする？バーンおじいちゃん、一度お家に戻って休憩する？いや、私の家は、もうあそこじゃないからね。うむ、
その通りだ。ここにある機械の残骸は、かつては素晴らしい製品だったんだ。製品ですか？古代人にもソニー信者アッポー信者っていたのかね。ここにある機械はね、みんな他の機械が考案して、機械の手によって作られたものなんだ。機械が機械をこしらえていたわけか。本当にブリキの迷宮みたいな状況だったんですな。より便利なものを、より優れたものを、そうした欲望は際限なく膨らんでいき、そして最後には、その欲望を続けられなくなった。その結果が、この惨状ってわけか。私はここで生まれたんだ。私も、そんな欲望の産物の一つなのさ。結局、全部間違っていたってことなんだろうね。わしはこの光景、これはこれで美しいと思いますがね。私も、ゴテゴテしたコンクリートジャンゴーよりは、このくらいの大敗的な塩梅の方が心地いいぜ。ああ、私たちにとっては、滅びは再建へのプロローグでしかないのよ。さら地に戻る、上等じゃねえか。そこからまた始めていきましょう。だぜ。ははぁ。じゃあ、私たちも。ああ、長く動けるように。体のメンテナンスをしておかないといけないね。ぐぷらぐふぅ。それでは、我らがフラットランドの西、大陸北西にある、叫びの森と呼ばれるエリアに足を踏み入れたところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。